ございます。あれ走ると思う。大丈夫です。全然はい、みのわさんです。みのわさん、おはようございます。ちょっと聞くんですけど、まだルーティンの走りということで、はいはい、最初起きたのはこそうっすね。 Facebook によるとこれは、大体10本やられてる。あ、そうなんですか。2本だけ、はい、ご一緒させていただいて。すごいのがあのサンダルっていうあのこれすごいカシャ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 言ってましたから。そうだね、珍しいよね。いい靴履いた方がいいんだろう。感想は、感想は、マジで来てる。いや、結構なペースでしたから。はい。アップなしですよ。確かに、そうですね。すごい。すごい。もうこれ、十何年やってるから。ほぼ毎朝。やらない日はもう自分に負けた日だから。なんかここでできなかったもん、学校でシャトルラインやったりとか。人育てるってすげえ大変じゃない。そうですね。学校なんか特に生活の部分言ったりするんで、ん、自分もしっかりやってねえのに、口先だけで言ってますさ、なんかこう醸し出すもので伝わっていかないかな。まあそうですね、多分こうやられると思います。いってらっしゃい。すごいすごいよ。朝に吠えられるのも多分モーニングルーティーンなんでしょう ね、 ね、朝5時起きてそのまま出しこれ驚異の映像ですよ。他にもありそうな感じしますね。あります絶対に。決まり事が。改めまして、美濃さんです。あ、どうも、おはようございます。おはようございます。おはようございます。起きれないこととかないんですか。いや、絶対目覚ましで目覚めてる。だけど、はい、葛藤する。ですよね。めちゃめちゃ嫌だな、今日とか、はい、あるでしょ、そんな。あります、あります、全然あります。あれと戦う。ですよね。それ、どうしよう、嫌だなってこと。ずーっともうこのまま終わって、嫌だ、すげえ嫌だ、今日嫌だ。でももうそう思った時は、はい、スイッチ切っちゃって、あ、パンって磨けをこっちに持ってきて。いや、そこ走るか。感情いらないって思って、あ、体だけ動かせって。この時間がさ、すげえ大事で、はい、もう全くないじゃん、うん、なんかね、シーンとして僕は分かる気がします。あ、だよね。はい、無音の状態で、自分との戦いで一日のスイッチが入れられるじゃないですか。そういう性分だよね。そうですね、やっぱりそういう世界でやってたから。これから学校ですかね。そうですね、まだ学校出勤前です。